です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日でございますが、今私実は教会にいます。で、こちらはお二人の花嫁様ですね、特に神父様にはなるんですけれども、神父様のドレスと、あとはブーケですね、あとはヘッドといった形で、全てのトータルコーディネートのご紹介をぜひ今日はさせていただければと思っております。で、今私教会にいるので、ぜひちょっと挙式のシーンをイメージしながらお伝えできればと思っております。では本日もお手伝いをさせていただくスタッフをぜひ呼びたいと思います。それではお願いします。こんにちは。こんにちは。もうお馴染みになりましたが、フラワーデコレーターの吉山さんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、本日もこのようにですね、モデルさんにドレスと、あとはブーケとヘッドもご用意させていただいたんですけれども、はい、もうブーケが本当に可愛くて、ありがとうございます。私の個人的な好みがいっぱい入ったブーケだったので、ちょっとテンション上がっちゃったんですけれども、はい、ウェディングのこのブーケに合わせて、この今日はちょっとピンク系ですかね、可愛らしい雰囲気でご用意させていただいたかなと思うんですけど、はい、ちなみに今日のブーケのポイントも伺ってよろしいですか。はい、はい、このブーケはグラサニアのチャペルに合わせて、はい、ナチュラルアンティークをテーマに、お、はい、ナチュラルアンティーク、作らせていただきました。はい、ありがとうございます。結構グラストニア気に入ってくださる方、アンティーク系のお色味とか好きな方が非常に多いので、ぜひこちらのお色味であったりもご参考いただければなと思います。ちなみになんかお花の種類もたくさんあるかなと思うんですけれども、はい、何かポイントだったりありますか。そうですね、最近人気のガーベラっていうお花なんですけれども、はい、ちょっと中心が黒いものを選ばせていただきましたので、はい、ちょっとだけそこが大人っぽい印象に、はい、なるほど、はい、あとは、グリーンも、はい、新緑のグリーンとかではなくて、はい、少しくすみカラーのグリーンを使わせていただいてますので、落ち着いた印象にもなるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。確かにグリーンの端材といいますかがあっても、いろんなグリーンが、色鮮やかなグリーンもあれば、ちょっとアンティーク風なくすみカラーもありますし、あとはガーベラもその中心の色味とかが違うだけで大丈夫、変わりますよね。ありがとうございます。なのでこちらに関してはブーケの一つ一つのイメージであったり、お花の種類であったりはしっかりと2人の担当のフラワーデコレーターが、はい、お考えを伺いながらお作りさせていただきますので、ぜひそちらは花嫁様のイメージ膨らませていただいて、お打ち合わせにお越しいただければと思います。はい、で実際にこういうウェディングドレスとですね、このお花ですね、ブーケと、あとはこのヘッドパーツですね、ちょっとくるっと見ていただくと、このようにまとめさせていただく形になったんですけれども、挙式の時はこのようにグッドアップスタイルでご用意されることが多いかなと思いますので、ぜひご参考いただければと思います。はい、ではですね、本日はこちらのトータルコーディネートのご紹介させていただきましたが、またちょっと他の動画でですもんね、動画でも すいません、3回噛みましたね。まれに見る3回ということで、他の動画でもご紹介させていただいてますので、ぜひチェックいただければと思います。はい、ではまたチャンネル登録の方もしていただけますと嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では本日もありがとうございました。ありがとうございました。